俳優の桜田ひよりが NHK 総合で放送されるコント番組ライフ冬に2月22日午10時45分に出演。座長内村照義、池ヶ谷の部衛二郎、シソンヌ田中直樹、ココリコらおなじみのメンバーに加え、高杉誠中、岡部大、花子と共に番組初出演を果たし、4本のコントに参加した。桜田は何をやっても絶対内村さんが笑いに変えてくれるという安心感があって、コントに飛び込む勇気をもらいました、と収録を振り返った。コント初挑戦だった桜田だが、これまでもコメディ作品に関わらせていただくことは多かったので、まずは自分自身が楽しもうと思いました。おのおのやりたいようにやりながら、バランスを取りながら、一つのコントを作り上げていく過程は、ドラマや映画の撮影とはまた違った熱量のぶつけ合いがあって、私も伸び伸びと楽しめた気がします。